2024年、本年もどうぞよろしくお願いいたします。こんばんは、小室ゆりの夜サプリ。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、今週も30分間お付き合いください。ここからのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております男女コミュニケーション心理師、小室ゆりです。よろしくお願いします。この番組はあなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社占い癒しところ八雲庵、琉球食系ゴルファーズプロファイリング提供、沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りをしております。改めまして、2024年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。パーソナリティの小室ゆりです。今年どんな目標を立てますかっていうのは、よくあるお話だと思うんですけれども、この番組で長年言ってきた、今年こそ3キロ痩せるって、はい、毎年毎年言っていたと思うんですけれども、今年はすでにこの目標が叶いそうな、そんな年明けでしたね。昨年末からランニングを始めまして、たまにね、番組の中で言ってる2月の11日に神戸バレンタインラブランにエキスパートボイスラジオチームで出ることになって、そのトレーニング始めたんですよ。そしたら1ヶ月で2キロぐらい落ちたのかな。今もランニングは継続中なので、3キロは間違いなく到達できるのではないかなと思います。なので、この3キロの先を行くために、2024年はどこかのマラソン大会に出るということを目標にしてみようかなと思います。一人で出るのはちょっと勇気がいるので、誰か誘ってみるのか、誰かに誘われてみるのかは今後の話なんですけれどもね。小室ゆり、2024年の目標はマラソン大会に出る。距離はもしかしたら3キロとか5キロとか、まずは出ることを目標にしていきたいと思います。よろしくお願いします。それでは今週のコーナー紹介参ります。今週お渡しする夜に聞きたいサプリメントは、気になるサプリ。皆さん、この言葉よく聞いてますよね。姫始め。この姫始めについて考えていきたいと思います。毎月1週目はあなたの強み発見サプリ。ご担当いただくのは USP プロファイラー押したり構造先生です。気になるあの人の2024年の運気を見てくださるそうです。あの人って誰なんでしょうね。はい、そしてこのコーナーも大人気です。占い癒しところ八雲庵オーナー萩原八雲先生監修による、あなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ。八雲先生からも2024年の全体運を12星座別で占ってくださいました。楽しみにしていてください。番組では皆さんからのメール募集しております。番組への感想、リクエスト、教えてゆり先生へのお悩み相談、お待ちしておりますよ。メールアドレスは info@friendvillage-c.com、 インフォメーションの info、 友達のフレンド、里のビレッジ -c.com です。メッセージお送りいただいた方の中から毎月1名様に七尾庵のいきなり団子をプレゼントしております。メッセージには必ずご住所、お名前、お電話番号明記の上、info@friendvillage-c.com まで送ってください。2024年もあなたのメッセージお待ちしております。気になるサプリ。
私小室由里が気になったニュースや情報をピックアップしてお届けしております。気になるサプリ、運命の恋占い占えるからニュースお借りしてまいりました。姫始めの意味由来を知っていますか？ちょっとエッチな意味も、エッチな意味しか知らない人の方が多いんじゃないかと思うんですけれどもね。そもそもですね、姫始め、三省堂大辞典によりますと、正月に柔らかく炊いた飯、これを姫入りと言います。姫入りを食べる日、そして俗説としてその年初めて女性と交わることを指すとあるんですね。一応辞典にもセックスのことが書かれている。由来は諸説あるようなんですけれども、1月の1日元旦に食べる怖い強い飯と書いて怖い、これは何かというと、まさに蒸した硬い飯、これ別名おこわですね。これを1日に食べると、元旦に食べると、1月2日に柔らかく炊いた姫入りを食べるということで、姫始めと呼ぶようになったというのが最も有力な説とされているんですけれども、固く炊いたご飯から柔らかく炊いたご飯に移っていくことが、お正月のお祭りのような食生活から通常の生活に戻っていく一つの節目なので、姫始めっていうのはお正月の終わりを示す大切な行事だったそうなんですね。現代風に置き換えていくと、おめでたい日にお赤飯を食べて2日目に通常の白ご飯に戻すというような感覚で、この姫始め、姫というとやっぱり女性というイメージものすごく強いですよね。思うんですけど、姫始め、この多様性の時代に女を抱くという姫始めだけでいいのか、姫があるんだから殿始めがあったっていいんじゃないかと思うわけですよ。私この正月に思わず読みふけってしまった漫画があってね、あの人知ってますかね、2021年に深夜ドラマ化された萩原圭一さん、それでも愛を誓いますか、これはセックスレスのご夫婦のお話。この萩原圭一さんの違う書籍でね、木更津くんのちょめちょめが見たい、これバツバツが見たいっていうのかな、これをちょっと年末年始読みふけってしまいまして、これ何かっていうと、この女性の主人公が男性のマスターベーションを見て興奮したいっていう性癖を持ってるんです。自分の体、そして自分の性器が男性を萎えさせる、私はそんな女じゃないかっていうので悩んでて、酔っ払った勢いでお取引先の男性の方に、私は私の顔、私の体を見て興奮してくれているところを見たいんだ、そんなマスターベーションを見たいんだって言ったところから物語が始まっていくっていう、こういうセックスもあっていいよなって思うんですよ。何もね、男性が攻めで女性が受けでっていう、もうそんな時代じゃないじゃないですか。姫だけがセックスじゃないだろう思うわけですよ。私がこう初めて2024年性体験をしたら殿始めになるわけじゃないですか。そう言ったっていいわけですけれども、世の中一般的に初めて性体験したよって言ったら姫始めになる、どうですかね。今年はみんなで殿始めを流行らせていくってのはどうですかね。とはいえね、セックスがあってもなくてもパートナーシップは続いていくし、殿始め姫始めがある方は深いパートナーシップへ、そして殿始め姫始めがなくても会話、そしてボディコミュニケーションでより深い信頼関係を築いていってもらいたいなと思います。もっと探偵を身近に。
安心と信頼の探偵事務所 MJ リサーチ。浮気調査から人探しまで、ベテラン探偵の高い調査力をあなたに。詳しくは MJ リサーチで検索、または MJ リサーチ公式 YouTube からお願いします。沖縄初のブランド地鶏、福雪地鶏。8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。沖縄の自然の恵みをあなたへ。インターネット検索は福雪地鶏。あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命、合同心理学、 USP コンサルティングを合わせたカウンセリング、プロファイラーお二人があなたの生きにくさを解消します。 USP プロファイリングで検索。縁結び恋愛成就のパワースポット、西光寺。境内を覆う大楠と薙の木は恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。 USP プロファイラーの押谷光三とゴルファーズプロフェッサーの石渡俊彦がお送りするゴルファーズプロファイリング。この番組はゴルファーに自分らしく一生涯ゴルフを楽しんでいただくためのサポートを目的としたプロファイリング番組です。毎週日曜 AM11 時からFM ギリワンで放送中です。お聞きください。毎月1週目はあなたの強み発見サプリ。ご担当いただくのは USP プロファイラー押谷光三先生です。気になるあの人の今年の運勢を見てくださるそうなんですけれども、さあ、あの人って誰なんでしょうね。それでは押谷先生、よろしくお願いします。あなたの強み発見サプリ、 USP プロファイラーの押谷です。合同心理と四柱推命を組み合わせた統計と分析であなたの運命と運勢と強みを分析しています。 USP とはユニークセリングプロポジションの略で、他のものにはない強みを言います。さて皆様、新年おめでとうございます。今年も引き続きあなたの強み発見サプリ、よろしくお願いします。新年一発目ということで、やはりここは皆様ご存知のあの方の運気気になりますよね。では早速見ていきましょう。今年はズバリあらまわりあらまり、そんなって感じですけど、まああくまでも年運なんでね、運の有無でしかないので、運の良し悪しを決めるのは自分の持っている星をプラスに使えるかどうかで決まるんですが、とは言ってもやっぱり気になるので、この空回りの時期の過ごし方、ちょっと意識したいと思います。この時期はですね、実は孤独になりやすい、孤立しやすいという傾向が出てしまいます。逆に先に孤立孤独になっている人はいいパートナーに出会えたりと、予期せぬ方に結果が出やすくなるという特性があります。つまりプラスはマイナス、マイナスはプラスと変換されるので、逆手に取れば今マイナスだなと思うものをプラスに変えることができちゃいます。運気を上げる方法は絨毯の掃除、普段掃除しない目の届かないような場所の整理整頓、そして掃除、あとは自然と親しむなどの行為ですね。そういったことをすると運気が上がるそうですよ。また大運に病が出ているので、思考だけが先行してしまって実行が遅れるという現象も起きやすいです。 PDCA サイクルをしっかりと意識したマネジメントも重要になってきます。この空回りの時期はメンタル的にも落ちやすいです。努力が無駄になってしまったり、出費がかさんだりするので注意が必要。自分をスキルアップするための投資は OK ですけどね。もっとも今年といっても旧暦で見ますので、二十四節気でいうところの立春、ちょうど節分あたりからが新しい年の扱いになるので、そういう意味では今はまだ年明けしてないということになるんですけどね。というわけで、お人よしの星を中心に持っている彼女は散財に注意しつつ節約を意識してください。知識を増やすための習得行為も吉です。今年はぶった切り特性は
少し抑えていかないと。そして誰もいなくなったなんてアガサクリスティも抹茶王な状態になっちゃうかもしれませんので、ちょっとだけ注意してくださいね。もちろんこれは個人的な運気になりますので、自分の運気が知りたい方は USP プロファイリングをご用命ください。というわけで本日はここまで。あなたの強み発見サプリ、提供は USP プロファイラーのお二人がお送りいたしました。それではまた。気になるあの人、はいはい、あの人ですよね、はいはいはい。ぶった切ってるつもりはないんですけどね、優しく言っても分かんない人が結構多いんで、どうしてもぶった切り系になってしまうのは致し方のないことだと思っているんですけれども、それでも少し1枚2枚はオブラートに包んで言う努力はしてみたいと思います。押谷先生ありがとうございました。あなたの強みを引き出す USP コンサルト、四柱推命行動心理学を用いたプロファイリングで生きるのがもっと楽になります。お問い合わせはインターネット検索 USP プロファイリングでお願いいたします。また押谷幸三先生とプロゴルファーの石渡俊彦さんのラジオ番組ゴルファーズプロファイリングが FM ギノワンにて毎週日曜日午前11時からオンエア中です。ファンゴルファーのあなたはぜひ聞いてくださいね。DMM オンラインサロンほかサブスプリクションが好評中です。占い癒し所ヤクモアンオーナー萩原ヤクモ先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ、今週も12星座で占っていきます。星座別2024年全体運、それではセクシーに参ります。おひつじ座、3月の春分の日から運気あげあげなおひつじ座さん、しっとりと濡れちゃう6月からは対人運がバッチリよ。お仕事で成功したからって浮気はしないでね。おうし座、5月に絶好調な時期を迎えるおうし座さん、新しいアイテムを新調しましょう。高反発マットレスに買い替えたら夜も絶好調。双子座、6月から1年間超ラッキーが続いちゃう双子座さん、嘘のようにトントン拍子で進んでいくのよ。私の壁もトントンしてくれる。カニ座、今年はグルメ旅行に出かけましょう。恋愛パワースポットの西高寺に行ったら境内でクリームたっぷりの美味しいクレープを食べましょう。獅子座、今までの頑張りが実る時よ。あともうちょっとだけ頑張ってくれちゃったら誰も知らない私をご褒美してあげる。乙女座、パートナーは大切にしてね。空気だなんて言ったらしっぺ返しされちゃうんだから、喧嘩をしたらお互いに謝りましょうね。天秤座、7月まではじっくりと過ごしましょう。頑張りすぎはかえってダメージが残っちゃうの。たまには添い寝するぐらいでもいいんじゃない。サソリ座、すべてにおいてうまくいきそうよ。ただし
プライベートの時間も大切にしてね。体と心どっちもバランスが大切よ。いて座、やりたいときはどんどんやっちゃって。お仕事が忙しい分、プライベートはしっかりと癒してあげるからね。ヤギ座、モテモテすぎて私とのコミュニケーションをおざなりにしてないかしら。返信はこまめに素早く返してね。水亀座、全体的にいい感じ。ベッドは思い切ってお部屋のど真ん中に置いちゃわない？さらに運勢が良くなるんだって。魚座、年始からやる気満々なあなた。みんなから認められる反面、健康運が低下しそう。そんな時は深呼吸してリラックスよ。占い癒し処ヤクモアンオーナー萩原ヤクモ先生の鑑定にご興味のある方は、占いタロットヤクモ漢数字の8に空の雲と検索をしてみてください。ヤクモ先生、2024年もよろしくお願いします。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ。そろそろエンディングのお時間となりました。今週もご視聴ありがとうございました。来週2週目ですので、この人の登場です。探偵サプリ、現役探偵の若梅秀隆さんがご担当してくださっています。2023年のクリスマスの追跡事情をお話ししてくださるそうです。めちゃめちゃ楽しみにしたいと思います。ドキドキしますね。そしてこのチャンネルはもう登録してくれているよね。 YouTube コムユリチャンネル、私小室ゆりが今までお見せしてこなかった日常の様子を Vlog 形式でお伝えをしております。検索は YouTube 内ひらがなでコムユリ、ひらがなでコムユリでお願いいたします。そして1月はこちらへ伺います。1月23日午前6時30分から埼玉県大宮市で開催をされます新都心倫理法人会にてお話をさせていただく予定です。朝早いですけれどもね、お仕事前に元気になるお話一緒に体験していきませんか。1月23日火曜日午前6時30分から埼玉県大宮市新都心倫理法人会。詳細お申し込みお問い合わせはインターネット検索、新都心倫理法人会、新都心倫理法人会にてお願いいたします。ここまでのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション心理師小室ゆりと、あなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西高寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社占い癒し処ヤクモ庵、琉球食系ゴルファーズプロファイリングの提供でお届けいたしました。この後はうまくうでやなわらばな演芸集団 FEC オフィス所属のお笑い芸人さんが笑いやしゃべりを極めて FM ギノワンの人気番組を目指します。 FEC チューンド、水曜日の担当は日賀亮斗さんと付着かえりさんのコンビ、デコボコトラベリングのビッグスモールです。最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。人間は逃げ場がなくなれば不幸と災難に耐え抜き、それを克服することができるものだ。人間には
自分でも驚くほど強力な知恵と能力が隠されている。それを利用する気になりさえすればよい。我々は自分の潜在的な力に気づいていないだけである。アメリカの能力開発研究家デール・カーネギーの名言です。愛されたい、モテたい、その時に行動を起こせるかどうか、自分の潜在的な力を信じられるか。2024年、私たちも自分の力を信じていきましょう。本年もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。私からあなたへありがとう。この想い恩返し、夢は心の強さと、悲しい嘘をほんの少し、あの時私はそっと大人になった。坂道の途中、ただ立ち止まることが怖かった。手を伸ばす、見えない未来を掴みたくて、私からあなたへありがとう。この想い恩返し。欲しいから